はい、今回は阿部の教室で11年間、先生をやられている篠原光宗さんの、ご紹介です。そうですね、本人のお稽古は、梅田の金曜日にいらしてもらってるんですけれども、もう各書体通してもう器用で上手に書かれる先生です。それとその上にとっても書くとき楽しそうに書かれているので、私はもういつも微笑ましく思っております。では、猫好きの篠原先生どうぞ。こんにちは、暁初歩学院林田良慶ですけど、本日は篠原先生を迎えていろいろなお話ししたいと思います。どうぞ。はい、篠原広報あ広宗です。篠原広宗先生ね、ちょっと始めはったのはいつ頃ですか？小学校2年生の時から始めて大人までやってたんですけど、十数年のブランクを経てまたこちらに来させていただきました。そうなんですか。そんな何年で今いくつ戻すのか分かりませんが、いらんこと言われる。そしたらあれですか、最初はのどの近くとかなんかで習って？そうですね、子供の時の習い事として。どこなんですか？言えば奈良です。あ、奈良なんですか。はい、奈良で習った。奈良どこ？最初は富美男。あ、富美男ですか。はい、今綺麗になってますよね。そうですね、はい、富美男にだから私とこの暁初歩学院の教室がありますよ。あ、そうなんですか。富美男に、はい、新しく綺麗になってからあります。はい、で、そうですか。今はでも違うんですよね。どこに住んであるんですか？今は大阪市内です。大阪市内ですか。はい、どこですか？大阪市内でもいろいろ大体何区？中央区です。あ、そうなん。いい、はい、えら便利なとこ、いいとこ住んであるんですね。便利ですね。はい、あ、そうですか。小さい時始められてて、大人までしはったんやろな。はい、その時はやっぱ大きな上腹とかも書いてあった？あ、いや、上腹はやってなかったんですけれども。あ、そうですか。はい、それで暁初歩学院のどちらの教室に最初来られたんですか？梅田で。梅田なんですか。最初だけ10回コース。あ、10回コース、はい、に来て、その後谷町四丁目の教室。谷町四丁目、谷四の教室ということは、健常先生な。健常先生。で、健常先生とこ行ってから上田先生の北浜ですか？はい、いや、梅田。いや、梅田。さっき下から上がってきてもらった。何を言うてんのかな。あ、そうですか。はい、うん。でも同じ会社の人だ、何人か来たかったね。あ、そうなんです。その紹介で、ね、10回コースから入ったんです。あ、そうですか。はい、はい、あ、そうですか。で、今現在どちらの教室お持ちですか？阿部の教室を。阿部のベルタ。阿部のベルタです。そうですか。はい、全然そんなことあんまり聞いたことなかったから、えら申し訳ないです。いえいえ、とんでもないです。で、生徒さんに教える、ね、方法でどういった、はい、なんか教え方されてるのかちょっとお聞きしたくて。はい、ですね、生徒さんにはなるべくゆっくりと書いて、あと、筆ペンされる方は筆を立てて書くようにっていうのを、特に初心者の方にはそのようにお伝えして書いてます。はい、でもゆっくり書くことが一番ね、大切ですよね。そうですね、皆さんなぜか急いで書かれる、結構早い方が多いので、はい、その2つを特に強調して、あとは直していっていくようにしてます。そうですよね、やっぱり、ね、はい、ゆっくり書くことは私も非常に大切やと思います。それから慣れたらね、はい、早く書いて勢いつけてもいいけど、最初はやっぱりゆっくり書くのがね、はい、いいことですね。はい、で、あと他にはないんですか？他にそれが一番ですよね。一番ですね。あと、まあ、生徒さんが来て楽しんでいただけたら、それが一番、まあ、一番はそちらの方ですね。一番はもう生徒さんが来て楽しいな、書道やっててよかったなって思っていただけることが一番、私にも励みになります。
そうですね、はい、楽しいことはね続きますし、あのやっぱり楽しくなってくるとね、どんどん変えていけるような気もします、はいうんはい、だから楽しいことは一番やなと思う、まあ、人生全てそうですけどね、私も楽しいこともっと見つけて違いますけどまあこれは冗談ですけど、まあ、あの毎日ね私も楽しく書いてます、あ、字をね、はい、自分自身が楽しく書いてるとね、まだ生徒さんも楽しく見えるやろうし、みんな楽しくなると思います、はい、で、あと他にですよね、趣味の話、なんか先ほどもちょっと聞いたような、趣味の話ちょっとお聞きください。趣味そんな大したことないんですけど、ネットフリックスとかで、海外ドラマを見たり、YouTube を見たりするのが結構休みの日とか。あ、そうですか、はい、それはいいことですね、はい、まあ、暁月商法学院の YouTube を 見ていただいてるんですよね、はいはいはい、私もね、私そうじゃ私は中国ドラマが好きでね、はい、もうハマっております。だから、1週間に6番組ぐらい、あ、ビデオ撮ってるんです。撮ってても一気に見ますね、はいはい、だから毎日毎日中国、ね、番組撮ってます、はい、それと中国 YouTube でね、中国番組の中国語版そのままのやつを見てる、はいはい、見てるんです、はい、まあ、日本のでもそうですけどね、下に字幕ですね、うんうんうん、そういうのも見ながらいいですよね、はい、なんかちょっとね時間あるときにちょっと見るというのはねいいですよね。楽しいですね、はい。で、あとなんか私に何か聞きたいようなことってございますかね。書道、中国でも書道でも何でも結構なんですけど、ん、先生に聞きたいことですか。何でも結構ですよ。じゃあ固く書けなくて今やってる臨床、臨床ね、はいはい、あれの書き方を、ね、今ちょっとね三法師ですよね、す、はい、あれはすごい書道史上で変わった文字なんですね、うん、まあ固く書くよりもどちらかというと、はい、ベタッと書いてもらう方がいいね、ベタッという感じで、固くよりもこう筆は左45度か、こういう具合に45度もうちょっとあった方がいいですね。どうなるのか、このぐらいの角度でね、割に立った90度までいかないけど70度80度ぐらいでこう持ってきてもらって、こっちへ行って最後にまたこう抜いていくんですね、はいはい、そうですね、これをやってもらったらいいのね。ちょっとここで止まる、でこう抜いていく、で字がねベタっとなってる方が大体いいです。強いよりもベタっとの方がいいです。強いよりベタという感じで、はいはい、ベタという感じで、で太い線でやってもらった、はい、いつもね熱心にいつも臨床の方を見させてもらって用意出していただいてだからもうベタっと意識と、もう入筆で最後に筆を最後にね終わる収筆、はい、こう、はい、終わりと、ね、はい、最初と終わりだけちょっと気をつけて、はい、まあ始筆終筆ですね、始める時の、はいはいはい、そうしたら結構かと思います。また見せてもらいますので、はい、楽しみが増えました。はい、ありがとうございます。あ、ほんでちょっとさっきの話に戻るんですけど、あそこだけ今行かれてるんですか。阿部のだけです、今は。あ、はい、あ、そうですか、はい、ほんもう設定もかなり古い、もう10年以上経って出るので、最初からの方は11年、12年。あ、そうですか。あ、それはどうもありがとうございます。いや、本当にありがたくて、はい、はい、もうずっとやっていただいてる方もいらっしゃって、でもいろんなことね学んではるから、いつも教書以外にねいろんなことを出してもらってるから、今後ともよろしくね、はい、あとまた YouTube の方も書道バトンもよろしくお願いしますね。はい、わかりました、はい、どうも本日はいろいろと、今日は今回は篠原先生を迎えていろんな話しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。